お、変速ショックが、シフトチェンジが違いますね。マツダロードスター 990S ですね。990キロで132馬力。プリミティブな感じです。これ普通、これはモードは何もないですよね。うん。マニュアルミッションのスタートですね。これ足んねえか。足んないかもしれないですね。132馬力ですから。今日0、100が3秒以下から8秒、9秒ですかね、これ。50、70、80、90、100。でも全然遅いって感じしないですね。まあね。一生懸命走ってるっていう感じですね。お、トゥアンドヒール忘れてなかったよ。これペダルやりやすいですよね、うん、ロードスターは。いい感じ。50 70 80 90 100。あの久しぶりのマニュアル車で、あの発進できるかなって心配だったんだけど、まあ4500回転ぐらいでミートして、あのエンジンも132馬力だから、あのちょっと非力なんじゃないかなと思ったけど、やっぱり軽いから0、100はそんなに遅くないんじゃないかなと思いますね。だから加速は意外にもスペックから想像されるよりもパフォーマンスあったように思うし、まあ、ロードスターに比べると720キロ重いですけど、馬力は387馬力。2台分ってことはロードスター。そうですね。500ニュートンメーターですから、トルクだと4倍ぐらい。いい？はい。80、90、100。早いな。早いし、なんか、やっぱ滑らかですね、その回転が、うん、これなんか音がしてる EV みたいだね。そうですね。やっぱ直列6気筒ってそういうもんなんですか、ね、静かなエンジン車というよりも、はい、うん、音が、音のある EV。 はい、買います。うん、スポーツプラスだな、もう1個。はい、スポーツプラス、はい。お、変速ショックが、シフトチェンジが違いますね。うん、早いな。気持ちよかったですね、やっぱり。はい、BMW の2シリーズです。まあストレート6 の、 あの典型的な FR の、まあ、お手本となるような車かなと思いますけど、まあ、加速はあのストレート6のエンジン3リッターなんだけど、本当によどみなく、あの静かな振動の少ない気持ちのいいエンジンっていうよりも、音のする EV に乗ってるっていうふうに、さっき私の評価もちょっと入れ替わってきたんですけど、これ EV かみたいな感じの、まあ、トルクのしなやかな出方で、かすかにそのストレート6特有のエンジン音がしてる。だからこういう感覚の世界は多分 EV とエンジン車の境目がなくなるかも分かんないね。で EV 乗っててもこういう音は作れますよね。でというのはこのエンジンね、振動がないんですよね、ストレート6だから。まあそういう気持ちよさ、まあ、EV につながっていくような気持ちのいいエンジンということですね。